学会の平松です。今日はネリさんからいただいた質問になります。平松先生、いつも分かりやすく勇気のもらえる動画を本当にありがとうございます。ありがとうございます。内容な関係ないことなんですが、あ、関係ないこととか前に質問あったことでもバンバン書いてくださって結構です。まあ、この方の質問、ヘアカラーや白髪染めやお化粧、特にマスカラ、アイメイクは眼圧に影響が出るんでしょうかっていうご質問になります。結論、あんまり変わりません。つまりヘアカラーとか白髪、マスカラ、これは大丈夫ですが、注意点があります、ね、注意点があるんですよ。つまり眼圧が上がりますかということだけ聞かれると、まあ、基本的にはあまり関係ない。一方で目が荒れたりもろもろしやすいですかっていうと、それはあるんです。とりわけ緑内障があったりして、緑内障の目薬してたりすると目の表面が弱いんですよね。そうするとヘアカラー剤が入っちゃうだとか、まつげエクステの液が入っちゃうだとか、グルーって言ってまだね、糊が入っちゃうだとか、まあ、そういうことになっちゃうと傷がつきやすいっていうのがあるので、普通の人よりも目に入れないようにっていう注意はとりわけ必要っていうふうに思っていただけるといいかなって思います。まあ、こんな感じで、まあ、疑問質問あったら書いてくださって、まあ、ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンっていうのも押していただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。